左美野は、将棋の一飛車で用いる囲い、先方の一つ。タイブリ飛車、矢倉に現れ、美野囲いや高美野などを、玉が8筋に来るように左右を入れ替えて作る、居飛車版の美野囲い。持久戦、急戦ともに柔軟に対応できるとされる。攻め方、囲い方に幅があり、初心者からプロまで用いる戦法、囲いである。 他の振り飛車に対する持久戦法と比較すると、藤井システムや石田竜などの振り飛車の積極策に対し極端に不利になることが少なく、プロでは持久戦に自信がない時の控えとして、アマチュアトップクラスでも大会で振り飛車の積極策が流行っているのなら、リスクの少ない戦法として需要がある。第2から1図のように振り飛車側が、藤井システムの布陣の場合に、 後手43銀56銀63金37経以下、第2から2図から第2から3図のように、左身のから5筋くらい取りの布陣へ組み替える順があり、実際にアマチュア棋戦でも見られた。後手は、第2から2図の時点で54歩同歩45歩7、7K52 比などの反撃に行きたいが、左身の側も 77K に変えて53歩制、同金 45K もあり、 以下九九角なりに五三桂なりなどの指し手がある。以下八八項には七七銀。したがって振り飛車側は七九玉型のままで早く五に、飛から五四歩を間に合わせる必要がある。強力な先手中飛車に対し、イビジャム後手ならではの作戦を考えるようになった。それが角度不付き左身のである。一飛車が先手の場合、5手の態度を見る前に、 初手76歩をついていることが多い。しかしながら5手なら先に相手の態度を見ることができるので、中飛車が確定したら34歩とつかずに進める。角道を開けなければ54歩の決戦策も効果半減というわけで、図が駒組みの基本図。34歩はタイミングを見てつく。14歩は大事なところで、場合によって1三角と使う手も狙っている。図では七二飛とよって、 角頭を狙うか、73K と駒を活用していくか、後手は、左美ノの剣人から先行が可能である。天守角美ノに対しては、藤井システムや先手六筋クライドリ型の他に、図のような玉頭を攻め、振り飛車側が、一度振った飛車を二筋に振り戻して、一飛車にして戦う順があり、これを、U ターン飛車という。図の八に引いか、 三四歩に二に角四五桂と飛車の横利きが、なくなれば、八五歩同歩、八六歩同玉、七五歩同歩、九五歩同歩に、七四銀が成立。これを同歩とすると、八五飛。こうした戦術は、風車戦法などでの五九飛二九飛や、逆に一飛車側が振り飛車に対して、地下鉄飛車を仕掛ける差し方などが知られる。類似の名称で、袖飛車のうち、一度振った、 振り飛車から三筋に振り直す袖飛車、振り飛車としての袖飛車は U ターン袖飛車と呼ばれている。タイ振り飛車特に飛車船囲い急戦では、振り飛車側から見て三筋に王将を配するため、玉頭攻撃になり、振り飛車側から飛車よりも相手玉に近い攻撃が可能になる。近年左見のは矢倉戦で用いられるようになっている。 身の囲いは、ヤグラいに比べて上部からの攻めに弱いが、横からの攻めには強いので、飛車切りの手順が出てきやすい戦形においては用いられ、囲う手数がヤグラより少ないことを活かして応用させることができる。主に右島飛車型急戦矢グラ左身の作戦が用いられている。速攻策は、身の囲いからの先行を目指し、飛車切りの強襲に耐えられるよう、 飛車打ちに強いミノ囲いに組む。またアイヤグラ模様ではこうのから、玉の囲いの手数が、ミノ囲いより少ないことを主張して、先行するもの。また逆に相手の急戦ラの攻めに対しても通常の、ラ囲いに比べて、耐久性がある。囲う際には角を先手なら7七角として玉を入場させる他に、第一から一図のように逆に7七玉として、 入場する手法もあるが、相手に早く8、五歩から3、一角にされないように、注意して入場する必要がある。この手順は、以前に、田中虎彦が後手つ害で矢倉早囲いとして7、三銀型、または7、二銀型防銀と共に愛用していた。防銀も、攻撃体制が早く築ける反面、5、三銀型に比べてて中央が薄くなるため、素早く、 中央に選局が展開されると矢倉早囲いの組み方三二銀から三三銀四二玉から三二玉という運び方であると相手方の矢倉中飛車や右島飛車、巨角急戦などの速攻には耐えられないが、そのまま美濃の陣形ならば弱体せず迎撃が可能であった。第2から2図のような局面では特に6九角が効かず4九角も今一つ厳しい手にならない。 通より、後手に二玉ならば六四角同銀に六、銀とし、九四歩ならば三五歩同歩四一角六二、飛三五銀三一玉三二角なり同玉一四歩、同歩一三歩がある。以下一三同行ならば二四歩,歩同歩同銀、同銀同飛に三歩に八飛に四銀一二歩、などの順が展開される。矢倉は長らくい飛車の王道戦法として、 タイトル戦含め多くの対局で刺されていたが、2015年頃からコンピュータ将棋を利用した研究により、先手矢グラには後手が速攻で対応することで、先手番での勝率が下がり始め、しばらくはあまり刺されなくなっていく。その原因として挙げられるものに、左美のに組み角で急戦をはじめとする、急戦矢グラの発展が見られた。特に右島飛車との組み合わせは、 アマチュア間では人気の急戦ヤグラとなっていて非常に攻撃力が高く愛好者も多くなっていた。イカドでヤグラ陣を攻める指し方は以前から先手6六歩を早く突くヤグラの組み方に対してイカド腰掛け銀右島飛車にゴ歩保流型というような構えで第3から2図のようなケースや第3から3図のように 矢倉中飛車から先手四筋に飛車を振って刺す手法があった。右島飛車タイヤグラの右島飛車も参考。タイヤグラのイカと左ミノは玉尾三一の一、増マスダミノと呼ばれる左ミノに収め、ある時には腰掛け金と右島飛車の形から速攻を仕掛けるのが狙いであるが、場合によっては、飛車は飛車の位置で四筋からまず仕掛け、タイミングを見て飛車先の歩を突く刺し方もある。 イカドの左ミノはヤグラを組むのに比べてスムーズかつ、マスダミノであっても5筋をつかないので9七角や1、三角の筋のラインから反撃されることも防がれて、いるなどが特徴となっており、特に、先手ヤグラ戦に対しての有力手段の一つとなっていく。ありがとうございます。